度ただもう一度カメラ仕掛けボールが出されたわけですね、甲斐から、はい、そこからですから。さあここは中盤の玉際奪った岐阜、あの持ち前のねボールポジションパス回しでね突きたいですよね。前半も千葉が 58% とボールはしっかり保持をして、カメラスペースで船山うまく相手に当てました。そうですね、ちょっとあのままクロス上げてもちょっと当然当たるんだろうから、増田の長いボール富樫ケイマンと藤谷が競る。ここも激しい両チームの競り合い、戸高の足元前につながるかと。そうですね、柳さんもっと高い位置でもいいと思うんですよ、はい、おっとここはジョン・チュングン拾った、藤谷つく、ジョン・チュングンエリアの中に入ってきた、はい、でだって中盤のワイドのプレス高い瞬間も怪我から戻ってきたので、はい、お長いボール、いいボール入ってきました。今もですよね、さあここにここでコルンガが振り切っていくか、笛が鳴っている。倒されましたが笛はありません。岐阜のボール、走り出す花と永田に預けた。もう一度佐藤雄平、花とスペースに永田クロスボール、足に当たってコースが変わったが打っていこうかというところです。井上志音、山本智子の受け渡しから佐藤が出ましたね、はい、ただここもカットしていきますが、ケイマンです。仕掛けてクロスを行きますがブロック、まあ、あの細かいところではあるんですけど、はい、今引き取って下げたボール、前線の選手はスペースを狙っている、かわそうというところ、和子が自ら行きました。中央を向けるか、残り時間も少なくなってきています。さあここで抜けた川西、ゴールキーパー1対1、かわすか、かわしてシュート、川西、岐阜が3点目、追加点を奪いました。川西翔太、川西は2ゴール、結果的にサッカーの内容として高くなってという戦いが多かったわけですが、先ほども表示ありましたが今日のゲーム見ていましても、まあ、岐阜がボールを持たれているという時間帯が長くなっています。それに対してしっかりとそのディフェンダーが行けてないんですよね、はい、簡単にその、まあ、トラップをされてしまう、一番の選手にとっては非常にこう、まあ、本当に嫌がらずにこうサッカーができてできるっていうかね、はい、まあ、今も溜田がまたトリッキーな動きを見せましたが、プレスがかかっていないのでああいうことが、そうだ、溜田からワンツーで、ええ、むしろ守備よりは攻撃のことを少しこう変えるべきかなっていうふうに思いますね、はい、どういうふうに変えればいいですか。いやもっと入れるチャンスがあるんでね、前にこの状況で、そうなんですよね、ずっと大前選手を捕まえる選手今いなかったんですよね。その大前を使って一平篠塚を使ってきました。クロスが上がって今こういったのを大宮は大事にしたいと思うんですけど、運んでいってファンマが上がっていく、ファンマから右のサイドクロスが上がってシュートを打てない、ファンマが突っ込んでいく、川西がボールを受ける、川西がドリブルでかわしていく、クロスが上がって前田良一届くかどうか、前田がボールを奪った、右足シュート、前田は少し引き気味、しかしここでまた前線上がっていきます。ワンタッチ、さあこの面白いところ、おっとエリアの中懸命な対応、しかしこれを奪います。さあそして岐阜陣内、加藤、藤谷がマッチアップついている、体を懸命に入れてというところですが、このボールはゴールラインを割ります。上がりを、ね、待ってこう時間を作りながらっていう、最後は自分でシュートの判断しましたけど、ああいう一発があるので、はい、
岐阜のディフェンダーとしてはなかなかこう前に人をかけれないというかね。ここも自陣で岐阜陣内にさボールを動かしながら斉藤楠本が倒れましたが笛はありません。岐阜のスローインです。中島健生、さあそしてミシャエル、タッチを割ってチームトップの10ゴールを挙げている山下のシュートがありました。川西選手にもあの指示を出していると思いますね。ヒカト、こぼれたボール井上が前線に送っていきます。早くっていう前にボールをどんどん蹴ってくる感じになってますから、はい、それで奪ったコーナーキックからっていうのが多かったと思うんですよね。セットプレーから中島のボールキープ、北野監督があの10分過ぎぐらいに指示をしてそれをまず守備ですね、はい、ですから町田はなかなか点が取れなくなったのはそこかもしれませんね、はい、今もみんな岐阜の選手が慣れてきたのか、はい、ジョン・チン軍取り返す、笛は鳴らない、もう一度増したボール、コーナーキック、タイミング的にはねダイレクトのクロスで準備ができてないですね、はい、あとは質っていうところでしたね今の。しかし今少ないタッチ数でゴール前まで迫りましたね、はい、これは岐阜の一つ狙いというか、まあ、整えたいですよね、少しどうでしょう、鹿児島は中盤も選手同士の距離感が広がっているそうでしょう、はい、まあ、中盤もそうですし前線もなんかちょっと前を向いて落ち着いてボールをつなぐっていう時間がないのでこういう形でね、はい、ボールが連動すると、はい、さあボールが出る範囲4手、枝元、ここは川西のディフェンス、右サイド酒本抜きに行く、右足のクロス、ニュードの左足、中原シュート、最後は茅沼が触ってバーの上、内田優斗華麗なドリブル後ろに切り込んで細かいところ、さあ川田、上はありません。その渡辺新太、秋山は正確な右足があります。大きくサイド振って20番の本間志音はゴール前で得意のドリブルを繰り出す、切り返す、左足入れてくる、外に開いたジャイルコフカライバ、ジャイルコフカライバ中通してレアンドロ、七和が外回り、クロスは一度ブロックをします。ババが突っかけていきますがそこをかいくぐってアドバンテージが出ています。ジャイルトンパライバ、パライバをゆぐってクロス、